はい、光デザインの光です。自分で受注することになったのでポートフォリオを作ってみたの14回目ですね。はい、では引き続きデザインを作ってまいりましょう。で、前回ですね、ちょっと作っときますかなんか言っていなくなっちゃったと思うんですけど、ちょっとナビゲーションのところですね、ちょっとこんな感じにしてみました。で、ですね、まあ、これがですね、ページが例えばコンセプトの位置に来たら、まあ、こうくるっと動いて、こうナビゲーションがここで止まるイメージですね、ピタッと。で、ヘッダーのところでずっとこのナビゲーションを押していけると、ポチポチポチと押していけるイメージです。で、まあ、その時に現在のコンテンツの箇所ですね、にいる時はその箇所を反転させるっていうような仕様でやっていこうかなと思います。で、まあ、ちょっとバランスもさっき作ってたのとちょっと変わってるというか調整したんですけども、ですね、わ、またすみません、ちょっとストップウォッチを押し忘れておりました。で、ですね、この下の下線ですねが、まあ、上にひっつく形でなんか置いてたと思うんですけど、はちょっとこの帯のですね、この帯のど真ん中、センターのラインを捉えて。位置が上下ですね。に置いて、まあ、その上と下に、数字と文字があるっていう風に置いた方が、なんかバランスよく見やすいなっていうことにちょっと気づいたというかですね。と、あとこれ真っ白だったんですよね。さっきこの長方形の線ですね。を今グレーにしてます。このぐらいの色ですね。このぐらいの色に今変更してます。まあ、ちょっと見比べてみると分かるんですが、ちょっと変えてみましょうか。真っ白にしますね。まあ、すると、ものすごくここに、境目のこの線のところにすごく目がいってしまうんですね。まあ、すごくいってしまうわけではないんですけど、で、これをなぜグレーにしたかっていうと、まあ、背景色が黒なんですよね。で、あの視覚効果として、この線っていうのは、線であることが分かればいいんですよ。なんで正直もうちょっと暗くてもいいぐらいかなと思います。今この辺りですけど、まあこの辺の色でも問題ないかなっていう、このぐらいでいいんですね。で、ここに線がある、区切りがあるっていうことが分かれば構わないので、それがはっきりと視認できる必要はないんですね。視認できる必要があるのは、この数字とこの英字のタイトルですね、各、ブロックの各ブロックのタイトルが分かればいいので、なのでちょっと色は落とし気味にしております。まあ、ただ、まあ、このぐらいはあった方がいいですね。はい、というわけで引き続き続きを作ってまいりましょう。でですね、この上部に必要なのが、この配下にコンテンツが続くよっていうことをお知らせしておいた方がいいのかなと。まあ、今のところですね、考えているのでは、JavaScript、まあ、多分 jQuery になるかもしれないんですけど、今のその、このウェブサイトに訪れているユーザーのディスプレイサイズを取得して、その高さと幅を取得して、その広さ全体に広がるように置こうかなっていうふうにちょっと思ってます。で、ちょっとできれば、これ120ピクセルなんですけど、今高さが。まあ、120ピクセル分引いてですね、高さを。なので、まあ、イメージとしてはこうなるようにしようかなと。真ん中に置くと、まあ、こうですね。各デバイスのサイズに合わせて、この状態を、最近訪れた瞬間ですね、作れたらいいなってちょっと今思っています。はい。で、この時ですね、まあでもこの状態が作れれば、下にこうナビゲーションがあるので、まあ1、2、3、4ってこう、なんか押せそうに見えるじゃないですか。で、実際ここ今、ファーストビューなんですけど、この1のところは反転している状態ではないです。真っ暗な状態ですね。なので、この状態なんですよね。で、コンテンツが
スルーッと動いて一つ目に来たらこうなります。はい、という仕様で行くんですが、でですね、その際に、まあ、気をつけるポイントというか、この下にコンテンツが続くっていうことがわからないと、何をしていいのかがユーザーさんわからないんですよね。まあ、なので、800にしてました。なので、下に配管に小さいディスプレイの場合とかですね、小さいディスプレイの場合で、まあ、ここでいろいろ動かす予定ではあるので、配管にコンテンツが続くっていうことをお知らせしておく方がユーザーさんに対してこう親切かなと。なので、ここにそのコンテンツをちょっと置こうかなと思います。で、よくあるのが、マウスですね。マウスの形。マウスの形の矩形をですね、まあ、どれくらいかな ?20 の40ぐらいですかね。で、このラウンドがガッと完全にラウンドしている感じで、まあ、ここでマウスっぽいものを作ってあげればいいと思います。ちょっと聞き流すぎますね。あれ？で、クリスタルマークと、ここに、黒いポッチを、まあ2ピクセルでいいですかね。いいんで、ピュッと置いてやると。2ピクじゃダメだ。なんだ、でかいんじゃん。あ、4ぐらいあっていいんですかね。うん。こういうのよく見ません？で、まあ、これだけだとわからないので、ここにですね、スクロールダウンという文字を見ておいてあげます。このぐらいかな。こんな感じですね。まあ、こうしておくと、まあ、下にスクロールしてくれというアピールですね。ができると。なんかちょっと、車体とかにしてもいいんですかね。ちょっと引き立たせたいところは、ではありますよね。違和感があった方が、よりユーザーさんに目がいくということで。まあ、これで下に行ってくれと。ということが伝わるのではないでしょうか。はい。と、お知らせをちょっと右上がいいのかな。ちょっと今そこは悩み中なんですが。で、お知らせなんですけど、ですね、まだ僕これ今サイト作っていってる中で、このウェブサイト、この自分の光デザインのポートフォリオサイトのテーマを、デザインテーマを決めることがまだできていないんですよね。で、まあ現状今この作った部分でちょっと考えてみるとしたら、形としては丸、円ですね。円を使ってます。と、まあ円を2つ置いているっていうことですね。で、まあ、ロゴマークからだいたいそういうコーポレートカラーだったり、そのデザインのテーマみたいなところは、そのお客さん側から提案がない限りですね、紐解いていくというか、読み解くという場合が多いんですが、まあ、今回は、あるとか、これ書いた方がいいですね。デザインのデザインテーマをどっかに何か書いてませんでしたね。書いてないか。ちょっと一番上に置いておきましょうか。新しく。
テーマ丸丸じゃない、円2つの円あと何でしょうかね。まあ黒と黄色ですよね。黒黄色を使っています。あとは今見出しにこの数字ですね、01、02みたいな、見出しに数字をつけるという場合にまだデザインテーマを詰めれてないんですね。なのでまあそのテーマに合うものにしたいんですが、まあ、せっかくなんでこの下のコンテンツを、まあ、作っていきつつ考えていこうかなと思います。なので先にちょっとコンテンツの方をちょっといきましょうか。あ、コンセプトか。でコンセプトに関しては一回白に戻そうかなと、ちょっと試しにですね。まあ、黄色のまんまでもいいんですけど、ちょっと一旦読みやすくといいますか。で数字をそのままコピーして使いましょうか。ちょっと使いづらいですね。直接入力した値の方がこういう場合は使いやすいので、僕ローマ字にあんまり自信がないんでですね、ローマ字というか英語にですね、もう確実性を高めるためにいつもこういう入力の仕方をしてるんですけど、よいしょ、どうでしょうね。マージン感としては6か8 6 1 2 3 4 5 6、8いっちゃいましょうか。そうですね、この数字だけはジャンプ率をめちゃめちゃつけるっていうのも手かなっていうのがあるんですよね。もうアイキャッチとして機能していただこうと。こうするとキュッと目がいきますよね。まあこういう細字でもいいですね。まあでもやっぱりレギュラーでウェイトは揃えていってるんで、変にいろんなウェイトの文字があるよりは揃っている方がいいのではないか。20もダメかもしれないですね。サブ的な見出しになるんで、まあ、広々使うならもうちょっとあってもいいかもしれないですね。で、ここにはさらにサブタイトルとしてを丁寧にっていう文言がこういうふうに入るんですが、これはそれなりな大きさがあった方がいいですね。
32ぐらいの方がいいのか。1なんで、1、3、4、5にしましょうか。で、この下に文章で。で、今回読ませる文字は、通常今のブラウザだと16ピクセルですね。これが、中央線にしとこうかな。まあ、でもここで細かくやっていいですか。そうですね。にしていきます。まあ、こういう文章が入るんですが、読みづらいですよね、これだと。やっぱり左寄せが文字が読みやすいというふうに言われております。で、なおかつですね、何の記事で読んだかな、ちょっとそこ忘れちゃったんですが、これ線だと目が多い場合ですね、ちょっと一回会議取りましょうか。これ読むときにここからここまで読まないといけないんですよ。ここからここまでですね、これ長いですよね。で、読みやすいこの幅のサイズの限界値ですね、が700ピクセルと言われております。なので、ここは700ピクセルにちょっとしてみましょうか。もう、この状態での中央寄せと。まあ、さっきより読みやすいですよね。で、ちょっとこのぐらい広いマージン感を今取っているので、そうですね。これ今自動でやっているものだとちょっと近いので、16ピクセルの 1.2 だと18とかね、なら48、はい、36、このぐらいが読みやすいですね。まあ、ここは実際に組み込んでからですね、まあ、細かく調整してもいいんですが、まあ、僕今回コーディングまでやるのでですね。まあでも、まあ、コーディングまでやらない、もうデザインデータだけをお渡しするというふうに決めている場合は、もうこの段階でそのラインハイトの値ですね、もうちゃんと決めてあげておいた方がいいと思います。はい。ここはもう20分になりました、ね。ちょっとすいません。かなりカメレス、カメレスっていうのは掲示板で使うことが遅い。作業がちょっと遅いんですが、まあ、一個一個ちょっと、まあ、一つ一つを丁寧にというのが僕のポリシーなんですね。ちょっとお付き合いいただければと。はい、思います。はい、じゃあ今回ここまでにしましょうかね。はい、自分で受注することになったので、ポートフォリオを作ってみたの14回目です。また引き続きデザインをしていきますので、よろしくお願いします。ヒカルデザインのヒカルでした。さよなら。